しょう。どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやっていくんですけど、ちょっと外がどんよりしているので、出かけずに家の中でできることをやっていこうと思います。で、今日はどんなことをシェアしていこうかなと思った時にですね、ちょうどこれが家に届きましたので、これについてシェアをさせてもらいます。僕が現在持っている洋服はこれになります。ここがスーツ関係、これコートですね。でスーツがあって、ジャケットがあって、スーツとジャケットの中に着るシャツがあって、これは、ポケッタブルパーカー、ユニクロですね。でこれは無印で買ったセーター、紺色で、これが ZOZO スーツで注文した T シャツに半ズボン、そして僕が今着ている白 T とこの黒ズボンになります。僕はまだその秋冬物に洋服を完全に衣替えしきれていないので、なので今回は、まあ、秋冬着れそうなこれをちょっと また ZOZO スーツを使って買ってみたということです。オックスフォードシャツっていうものです。はい、なんか本当にどんよりしてますね大雨降ってます。まあいいや、気にしないで進みますけども、 ZOZO オリジナルシャツになります。でこれ本当は前僕が鬼怒川温泉に行った時に合わせてこれをちょっと着ていきたかったんですけど、ちょっとこれは注文してから2週間ぐらい経ってしまいました。こっちの場合は在庫がいっぱいあるそうなので、タチューボタンをポチッと押してから3日で届いたんですけど、こっちの場合はだいたい2週間ぐらいかかってしまいました。はい、まあでもちょっと着てみましょう。よいしょ、よいしょ。生地はやっぱり厚いですね、これは。よく言えばすごい生地は厚手だねってなりますし、悪く言えば風通しがゼロなんですよ。なのでこれ春だったりちょっと秋でもちょっとポカポカ陽気の時に着てしまうと暑ってなりそうです。はい、じゃあ着てみました。どうでしょう、いかがでしょうか。まあ、感覚としては腕周り最高です。胸周りのサイズもバッチリです。ただお腹周りがなんかすごい緩いです気がします。横から見るとこんな感じです。後ろから見るとこんな感じです。でなんかお腹周りこんな感じのデザインですか。もうちょっと締まっててもいいなっていう気はするんですけど、なんでしょう、最近の流行りなんでしょうか、こういうのがちょっと分かる人いたら教えてください。そう、まあ、こんな感じでジャケットと合わせてしまえば、そのお腹周りのボタッとした感じっていうのは、まあ、隠せるので、まあ、これはこれでいいかなっていう感じがしますけども、まあ、しばらくちょっとこのシャツ着てみます。で僕基本的に暑がりなので、夏の動画って半袖短パンサンダル以上ですごいつまらない感じなんですけど、秋冬は基本的には重ね着をしても暑くならないです。なので今までそのファッション的な部分でその視聴者の方の気持ちをこうふわっとスッキリさせることはできなかったんですけど、そうこれからはちょっとずつその見てくれの部分でもブラッシュアップできますので、これからも楽しみにしておいてください。ということで、まあ、今回1着だけですけども、この白シャツを買いましたと。で、これからもちょっとこう、秋冬になってファッションがブラッシュアップできるので、これから見てくれる視聴者の方のこう気持ちも軽くできるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひそこは楽しみにしておいてください。で、最後に、ちょっとまだ解決していないところがあって、このお腹周り、なんでこんなになんかこう余っちゃってるのみたいな。僕は普段 ZOZO アプリというものを使って ZOZO アプリで測った自分の体、このデータをもとに注文をしています。なので今回ちょっと意図しないサイズが届いてしまった原因って、多分この計測と今の体型って変わっちゃったんじゃないかなっていう、まずそれが考えられます。なのでちょっと改めて測ってみたいと思います。背面カメラが自分に向くようにして撮影します。さあどうでしょうか。はい、出ました。あれ、なんかほぼほぼ変わってないですね。なんかある意味ショックなんですけど、トレーニングサボってたからやっぱ戻っちゃったっていうところはあるんですけど、いやでも数字が全然変わってないのに幅がでかいって、最近そういうデザインなんでしょうか。なんか詳しい方いたら教えてください。なんかオチが
バシッと決まらなくて申し訳ないんですけども、今回はこんな感じでとりあえず原因何だったんでしょうねっていうところで終わりにしようと思います。はい、ということで今回は、白シャツを買って、これからちょっとまたファッション的なところもブラッシュアップしていこうと思います。ということで今回は以上とさせていただきます。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。